どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は G ラボの初めてウクレレを使いまして童謡に挑戦してみようと思います。今回取り上げる童謡はこちら、ドン、カタツムリ。こちらの曲をですね、なんとガズレレ流最強簡単アレンジコード2個 C と F だけで演奏してみよう。これはですね、初心者様でも本当にすぐできるやつですから、皆さんやっていきましょう。はい、これからウクレレ始めるパパやママ、おじいちゃんがおばあちゃんにお孫さんに歌ってあげるとか、キッズと一緒に盛り上がる、最高だと思います。いいな、私ウクレレできるかなと思った方、本当に今ご覧いただいているガズレレでやったらね、もうあっという間にね、スラスラ弾けるようになりますよ。やってみたいなと思った方、ここにリンク先行ってください。この順番通りに動画を見てウクレレ触っていただけて、本当にね、あっという間にできるようになります。今日取り上げるね、カタツムリ以外にも、童謡ソングガズレレではいっぱい取り上げてます。ここにちょっとリンク貼っときますけど、童謡たくさん、どんどん、ね、みんなを巻き込んで家族中で歌っていきましょう。さあ、早速ですけどですね、この簡単アレンジバージョンの2つ、C と F でできるカタツムリ。まずは、ガズのデモ演奏をゆっくりやってみようと思います。その後ちょっと解説しますのでね、ぜひ皆さん動画最後までご覧になってください。それでは、カタツムリ同様コード2個バージョン、やってみる !1、2、3、はい。はい、ガズレレ流簡単バージョンコードたった2個でやってみました。このね、コードたった2個なんですけど、この C と F というコードだけでできたっつうのがまたすごいですよね。一応皆さん確認しておきますけど、今のフルコーラスですからね、1番と2番のを2回繰り返した、1番と2番をね、はい、これでね、ちょっとやってみてください。ゆっくりなんで、これすぐできると思います。一応コードの解説しておきましょう。 C と F、 C っていうのはここです。一番下の弦の3番目を押さえる、はい、これでこれが C ですね。F っていうのはちょっと2本指登場ですけど、ここのね、2弦の1番フレットと4弦のね、こういう風に、ね、2つ押さえるんですね。指立ててくださいよ。はい。そして、これが F になっています。この2つだけで今演奏したわけでございますけど、この2つのコードはね、ガズレレでもですね、ウクレレ始めた、まず第1日目に覚える超基本中の基本のコードのメンバーなんでね、すぐできるはずですからね。さっき紹介したここからウクレレ始めてねっていうところでも、まず最初に紹介するコードなんで、簡単でございます。ただね、やっぱ慣れてないと、このワンブロックにね、この、例えばこの、でんでんむしむしカタツムリ、これ、F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 、C、C みたいに弾いていくわけですよ。ワンブロック、4つ弾くわけですからね。その辺のことが分かっているとね、これすぐ弾けると思うんですけど、さらに分かりやすくなるので、楽譜みたいなものをご自身で書き出していただいて、それを見ながらね、自分のペースでゆっくり練習していくのが、すごく上達の秘訣なんですね。いずれは覚えちゃって、ね、キッズと一緒に、もう家族で一緒に歌うっていうのがいいと思うんですけど、最初は楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はですね、ガズの手書きのノート、はい。
この手書きノートに書いたね、楽譜を見て今演奏していったんですよ。はい。こんな風にですね、書いていったわけですけど、これもうちょっとしたらこれ写す。まあ、皆さんすぐこれ書き出せると思いますけど、これね、これをちょっと今写しとくので、書き出してください。ノートで一時停止でね。これだけですから、繰り返して。はい。で、これ一応ですけど、ガズクラブっていうところがあって、めちゃ便利なサービスがあって、これね、ガズのノートをこれダウンロードできるようになってるんですけど、一応紹介させてください。ガズクラブっていうサービスやってます。このガズクラブっていうのは何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたカタツムリを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のね、ノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さん毎月5曲、あの曲やってみたい、この曲いいな、みたいな感じ、憧れの曲みたいな感じで、毎月5曲お選びいただいて、即座に楽譜がデジタルデータとしてお手元にダウンロードできますよという画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ。これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい。ものすごい充実しててね。で、そこではね、Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。カタツムリ同様です。はい。こんなね、F と C しか出てこないんですけどね。F、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 C、C、F、F。ワンブロック4つ弾いていくよということですね。はい。こうやって写しておきます。1番ですね。でね、ガズのノートの特徴はこの、点が書いてある言葉の上に、でんでん、むしむし、かたつむり、これがリズムのガイドになるんですけど、これはみんなご存知でしょうかね、この歌はね。まあまあ、一応ちょっとガイドとしてこういう風になってますよということで、こういう風に書いておくとね、歌う時にかなりいいかなと思います。1番と2番で違うところは、お前の頭は、と、お前の目玉は、この辺のね、頭と目玉の歌詞が違うということで、1番、2番をやって、ここにも書いてあるけど、もう一回、1番、2番をやって、繰り返したよという感じで、やってみました。はい、出てくるコードはさっきも言ったけど、C と F の2個、簡単ですよ。まずね、すぐにできると思いますから、いずれはですね、やっぱりこれ簡単曲ですから、暗記して覚えちゃって、やっぱりみんなの顔を見ながら、ワイワイ元気に、笑顔で歌う。これがキーポイントになると思います。ぜひ皆さん家族中でワイワイ盛り上がって歌っていってください。そして今この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひ、インストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。